ミセスの大森さんのようにすごく迫力があって鋭くて高いけどすごく聞き心地のいい発声出せるようになりたいという人はこの動画を最後まで見てみてください。この裏声のように聞こえるけどすごくパワフルな発声というのはベルティングという発声の一種です。で、大森さんが僕のことっていう曲で使うこの鋭い声っていうのはスピーキングという発声です。この動画はミセスの大森さんのような発声で歌えるようになるための再生リストの一つの動画です。なのでここまで話してきた過去の動画に関してはそれを全部見てきた前提でお話しするので、まだベルティングとかミックスボイス、他の発声、ピュアベルティング、カバードベルティング、フルボイス、こういった発声がどういったものなのかよくわからないという人はまずこの再生リストの一番最初の動画から見てみてください。それではね、早速スピーキングについてもうちょっと詳しくお話ししようと思うんだけど、今まで話してきたベルティングの発声の種類を順番に言うと、まずピュアベルティングから習得して、そこからフルボイスを習得しますと。で、次にカバードベルティングを習得。この3つは TA の割合が多いベルティングという話をしてきました。で、ここからは CT の筋肉がたくさん使われるベルティングの話をしていきます。で、まず最初に来るのがスピーキングで、ベルティングで大事な2つの軸を覚えてるかな。まず1つは声帯の状態、 TA の力が割合的に多いのか、それとも CT の力が割合的に多いのか、それとどの共鳴器官により響かせるかという話をしてきました。声帯の状態に関しては今までの発声とは違って、どちらかというと本当にもう裏声を出す時の声帯の伸ばし方と一緒です。なので喉に感じる感覚、軽さ、声のスーってした感じはあーっていう裏声の感覚と変わらないです。 OK。 ただ何が変わるかっていうと、共鳴のさせ方、これがスピーキングとファルセットやヘッドボイスの違い。ファルセットの場合ははー、ヘッドボイスの場合ははー、スピーキングの場合ははー、こういう違いがあります。プラスアルファで違うところを言うのであれば、声帯の下にかかる圧というものも変わってきます。だからベルティングの細かい調整まで知らないっていう先生は、もしかしたらこの発声のことを地声って言ってたりすることもあるのね。けど、まあ、今まで話してきた通り、地声ってこう話してる時の声、あーあーあー、絶対に違います。じゃあ今までこうピュアベルティングとかカバードベルティングとかフルボイス全部練習してきましたと、それぞれ出せますっていう人はどういった調整でスピーキングを出せばいいのかっていうと、ピュアベルティングの発声の調整、共鳴器官のコントロールの仕方で、まずはピュアベルティング、あー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 、この状態でいつもあーあーあー、ヘッドボイスのあーを出します。だからシンプルにヘッドボイスから入って、これをだんだん口を大きくしていく、あーあーあー、息を深く吸ってで、一瞬でヘッドボイスを出してるイメージで出します。口をピュアベルティングの状態にしてね、あー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 。この発声の練習方法に関してはもうこれだけで十分です。すでにみんながもう持ってる共鳴器官のコントロールと声帯のコントロール、この2つの使い方を新しく学んだっていうだけ。あーなんて素敵な日だっていうのも、あーなんて素敵な日だ、こういう風にやります。で、慣れてきたら、でもちろんより大きく響いてる、より声帯の下に圧がかかってるから、最初の時はコントロールしづらいかもしれない、ちょっと裏返ったりする可能性もあるんだけど、それは気にしないでください。気をつけないといけないこととしては、スピーキングじゃあ出せるようになりましたと、こうパッて今出せましたと、この動画を見てね。けど実際に原曲のあの高さまではこのスピーキングの発声が音域伸びてないっていうか成長してないとして、無理にその高さを出そうとして喉が力み始めたら、
もう最初に戻ってるのと変わらないのね。楽さがどの発声においても一番大事。気持ちよさ、はー、この同じ軽さで、はー、はー、これができないのであればやり方が間違ってるのね。なのでしっかりとね、それぞれの発声をもう自分の子供のようにね、無理に自分がこれをやってほしいっていうのを押し付けるんじゃなくて、その子にどうやってやるべきなのかっていうのを教えて、その子がだんだん上達していくために支えていってほしいのね。だから自分の子供というふうに、自分の喉も自分の声もそれぞれの発声をしっかり大切にして、酷使してね、もういじめて嫌われないようにしてください。この CT の割合が多い方のベルティングは、比較的に発声しやすいし、一番高い音程っていうのも出しやすいので、ぜひこれをたくさん練習して、もう一番高くて、まだ他の TA の割合が多いベルティングで出せないところは、こういった CT の割合が多い方のベルティングを使って、より迫力のある発声を作ってみてください。この動画は、ミセスの大森さんのように迫力のある発声で、あなたも歌えるようになるための再生リストの一つの動画です。大森さんが扱っている発声と同じ発声で気持ちよく歌えるようになりたい。けど、まだ再生リストの他の動画を見てないという方は、必ず他の動画も見てください。この再生リストは皆さんへの挑戦でもあるんだけど、どういった内容かというと、再生リストの一つ一つの動画、それぞれがコメントと高評価、二つを合わせて100以上を達成していることが条件になっていて、この再生リストの一つの動画でもね、一つの動画でも、もし100を達成していなかった場合は、僕の教え子限定でこの再生リストの動画を全て非公開にさせていただくというように約束をしております。なので高評価をまだ押していないという方はね、ぜひ高評価をお願いします。そして大森さんが出す迫力のある高音の発声、ベルティングという発声に関しては、公式 LINE でも無料のレッスン動画をお渡ししているので、まだ公式 LINE を追加していなくて、まだそのレッスン動画を見ていないという方は、ぜひコメント欄のところから公式 LINE を追加して動画を見てみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。